スノーマン・深沢達也、同級生になりたいメンバー、1位に夜の深沢の電話には出るな再び、都市伝説が話題。スノーマンの深沢達也と安倍良平が14日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組スノーマンのそのまんま文化放送毎週木曜2 1 0 0 2 1 3十二出演。同級生になりたいスノーマンメンバーのランキングを発表した。 スノーマン・深沢達也、安倍良平、同級生になりたいメンバーを予想番組では同級生になりたいスノーマンメンバーは誰をテーマにリスナーからメッセージを募集。今回はそのランキング結果が発表された。安倍は1位が達也と予想し深沢もわかる。これは結構譲れないねと頷いた。そして深沢は2位に安倍を予想し俺が選ぶんだったら良平を選ぶと告白した。 リスナーからのメッセージを紹介する中で、安倍は僕の主観も入ってるんだけど、サッカー部とバスケ部はマジでモテてるとコメント。深沢はそうなんだよ。結局俺両方やってるんだよな。ごめんごめんと口にし、安倍はやばい変なパス出しちゃった、と笑った。